中型と出雲型の誕生によって来年にも、日本の空母は4隻体制となるよね。空母を4隻保有していること、または2タイプあることは何を意味するのか。そして戦闘機搭載に関しても議論される日本の空母は今後、どうなっていくのか気になるところだな。そうだね。さて今回は日本の空母の現状と課題について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2015年10月に実施された海上自衛隊の観艦式は3年に一度行われる海自最大のイベントであり、当時の最大の目玉となったのが新鋭護衛艦出雲の初登場だったんだ。出雲は2015年3月に就役した全通飛行甲板を持つ航空母艦であり、海上自衛隊の航空母艦としては、日向型の日向伊勢に続く3艦目となっていて、出雲は日向型に比べて一回り大きく、自衛隊最大の艦艇となって誕生したよ。また同年8月には出雲型の2番艦加賀も進水しており、現在は偽装作業が完了して試験航海も11月に行われ、この加賀が就役したことで、海上自衛隊は日向型と出雲型をそれぞれ2隻ずつ、合計4隻の航空母艦を保有することになったんだ。艦艇は長期にわたってドック入りする整備機関や乗員の訓練機関、そして実戦投入が可能な機関を必要とし、それぞれが3分の1ずつを占めるため、4隻体制となったことによって常時1から2隻の航空母艦が即応可能な体制を取れるようになったみたい。しかし、実はこの日向型と出雲型に求められる役割や能力が若干異なっており、まず、この動画を見ている人の中には日向型と出雲型は護衛艦であり航空母艦ではないと思っている人も多いだろうな。しかし、それは完全な誤解であり、海上自衛隊における護衛艦とは、水上を航行する戦闘能力を有する艦艇に与えられる艦種であり、一般的には軍艦あるいは戦闘艦に該当する用語となっているぜ。例えば金剛型や愛宕型は護衛艦とされているが、世間一般的にはイージス艦と呼ばれているのと同様に、日向型や出雲型も護衛艦ではなく、実際は航空母艦と呼ばれているからな。この航空母艦日向型の日向と伊勢に関しては、満載排水量1万9000トン、全長197メートルとなっており、出雲が就役するまでは海自最大の艦艇として君臨していたよ。主な艦載機は SH-60JKC ホーク哨戒ヘリコプターであり、3機を同時に初着艦させる能力を有するほか、飛行甲板とエレベーターで結ばれた格納庫内には、最大10機も収容可能なんだ。そして日向型の主任務は、我が艦隊への敵潜水艦の接近を阻止する対潜作戦であり、そのため、単魚雷発射艦及びアスロック対潜ミサイルなどを格納する16セルの垂直発射装置 VLS を有し、航空母艦としては結構な重兵装であることが特徴的なんだ。一方で出雲型の出雲と加賀は満載排水量2万7000トン、全長248メートルと、前述した通り日向型よりも一回り大きく、SH-60JK を5機同時に発着艦可能であるほか、格納庫内には15機も収容可能となっているぜ。しかし日向型のような単魚雷発射艦や VLS は有しておらず、最低限の自衛用兵装しか搭載されておらず、そのため潜水艦への攻撃は、SH-60 や両艦に委ねることになるわけだ。そして F-35B 垂直離着陸戦闘機の艦載を語る以前に、最低限の兵装しか持たない出雲型は対戦能力重視型の日向型に比べ、より広範な任務に対応できる本格的な航空母艦としての機能が重視されているね。例えば日向型出雲型は共に手術室と集中治療室を備えているけど、病床は日向型8床に対し出雲型は35床も準備していて、そのため当初防衛における上陸作戦時のヘリコプター拠点としては、出雲型が優先されるだろうと考えられるよ。また出雲型の方が飛行甲板も広く、大型の榴弾砲や軽装甲機動車を展開するにも有利であり、これは、あくまでもどちらがよりその能力が高いかという話であり、日向型が上陸作戦の拠点となることも考えられるため、出雲型も対戦作戦の中核としての役割を担うことが可能ってわけだ。
そして日向型と出雲型の両艦いずれも SH-60JK の他に大型の輸送掃海ヘリコプター MCH-101 を艦載させ、しかも必要に応じて陸自の UH-60JA ブラックホーク、UH-1J ヒューエ、CH-47JJH ヌーク、V-22 オスプレイの運用まで行うことができるぜ。一見すると空母のような大隅型は劣気とした輸送艦で、上陸作戦に特化していて、ヘリコプターの発着艦も可能だが格納庫を持たず、固定の艦載機もなく、一般的に航空母艦と呼べるような能力は持ち合わせていないんだ。日本を取り巻く九州離島環境の安全保障における最大の課題が浮上し、これを解決することを想定した日本版海兵隊水陸機動団が発足する中、懸念されていたのが海上輸送力の確保だったよ。有事では第一空挺団による空挺降下や現地空港を活用した迅速な空輸も行われるだろうけども、多くの人員や装備を運ぶとなれば海上輸送に頼らざるを得ず、そこで必ず投入されるのが海上自衛隊の輸送艦大隅型というわけだね。大隅型が登場する前の海自は、2000トン級の低速輸送艦しか持っていなかったため、輸送力と高速航行力を兼ね備えた大型輸送艦を切望していて、日本政府も1990年代の PKO 派遣を鑑みて、海洋航行に適した大型輸送艦の必要性を痛感した結果から大隅型3隻の建造を認可したぜ。それまでの海事輸送艦が海岸に乗り上げるホバークラフト型だったのに対して、大隅型は沖合に展開しつつ、LCAC 船艇や輸送ヘリを使った揚陸方法を採用する運びとなったわけだ。特に米海軍でもよく目にする LCAC 船艇は最高時速 92km という快速を誇りながら、戦車1両または大型車両3から4台を一気に海岸まで運ぶことが可能だな。大隅型の全体としては、陸上自衛隊の1個中隊に値する約330名の歩兵を乗せて、長期航行に備えた居住スペースまだ確保されているよ。一方、装備面では73式大型トラックならば最大65両、重さ50トンの90式戦車でも18両を乗せることができるため、大隅型が3隻いたら1個連隊規模の輸送ができる計算になるということだな。また、海事艦艇として初となる全通式艦板を採用したおかげで、CH-47 輸送ヘリのような大型ヘリ乗り発着が可能となり、最近では改修工事も入り V-22 オスプレイの運用にも対応できるようになったぜ。ただし、前途したように航空機用の格納庫と整備機能はついておらず、アメリカ級強襲揚陸艦などと比べると航空運用能力は極めて限定的なんだ。ところが、一定の航空運用能力しかない大隅型でさえも、収益時は空母や強襲揚陸艦ではないかと、一部の無知識人の指摘を受けたよ。格納庫を持たず、車両用エレベーターしかない大隅型が空母となれるわけもないのに、無理やりスキージャンプ台を設置したとしても、22ノットという速力と178メートルの全長では固定翼機の運用は不可能だよな。この格納庫がないという点は非常に重要で、これをもって大隅型は強襲揚陸艦でも空母でもなくドック型輸送揚陸艦に分類されているわけだぜ。やはり、空母や強襲揚陸艦という表現は国家の威信財力の象徴として見なされることが多く、すでにそうした風潮は強く現れており、日向型出雲型に艦載予定の F-35B ライトニング2垂直離着陸戦闘機の議論がなされているくらいだからね。攻撃は最大の防御と言われるように、すべて日本を守るためにやっていることなのだから、もっと理解するべきだと思うな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。